い、どうもよろしくお願いします。再び登場でございます、宮城のマネージャーのピエール北賀でございます。ありがとうございます。はい、ここからのお時間はスーパーフォーミュラポールポジションドライバーコースをお届けしてまいります。はい、ではもう早速今回のポールシッターお呼びいたしましょう。はい、ということでお招きしたいと思います。昨日もう今ボードが見えるようにボードが上がりましたよ。はい、昨日富士スピードウェイ、見事トップタイムでポールポジションを獲得いたしました、ロコモティーブダンデライアンカーナンバーの牧野直輔選手です。はい、さあ牧野直輔、拍手よろしくお願いします。ルーリーとっております、拍手よろしくお願いします。牧野でございます、牧野でございます。お待たせいたしました、お待たせしすぎたかもしれません。はい、ということで保存した、はい、ということで改めまして昨日のポールポジションを獲得しました牧野直輔選手です。ようこそ。気持ちいいでしょうね。はい、じゃあどうぞどうぞおかけになって、いやちょっとタオルが少ないな、まだ買ってないんだよな。いや、いっぱい結構いますよ。結構いたわ、これあれですか、今回から発売している似顔絵タオル、はい、そうです。すごい、いっぱい持ってくれてますよ。昨日も今日も朝から大行列なんですよ、はい、あ、そうなんだ、はい、グッズを買うために。牧野選手の人気すごいね。いや、もうおかげさまで否定しない、いやいやじゃない、どうもですね。なんかさっきも結構サインいっぱいたくさんしてて、ね、ここに来るまで、いや、ほぼ始まりから終わりまでずっといたんですけど、はい、僕右利きなんですけども右手も腱鞘になりそうで、レースに響かない、震えてる、このままだとシフトアップできないかもしれない。いやいや、シフトアップがめちゃめちゃ小刻みで速いかもしれない。それがもう本当にちょっと心配です。まあでも嬉しい悲鳴ということで、でも宮城ちゃん昨日の、ね、予選ね、はい、最後割と今の接戦のスーパーフォーミュラの中にあって、コンマ1秒以上2番手と引き離すなんていうのは、なかなかのぶっちぎりですよ。そうですよね、うん、どうですか昨日の出来栄えは、牧野さん。そうですね、まあ、今シーズンすごい苦戦してて、僕たち、はいはい、たまたま今シーズンから夏に公式テストがあったんで、はい、それが僕たちにとっては本当にいい方向に進んだんで、そんなの、はい、よかったです。やっぱり6月のこの間、ちょうど先月ですけど、富士であったテストをかなりいろいろやり込めた、いや、もう何から何までやって、はい、もう本当にやってないことないんじゃないかなぐらいやったんで、もうなんか正直テストの午前中、1日目の午前中終わった段階では、はい、同時に杉崎さんと、はい、もうお手上げだったんですよ、これどうするって、はい、これがいいだろうと思ってやったものが全部ダメで、もう2人でお手上げしてたんですけど、はい、もうそこからもうどんからかしちゃん、いろいろ変えて、結果良くなったんで、そういうやっぱりでもね、これはまずいなっていうところがありながら、でもエンジニアと考え抜いていろいろやり込んで、はい、そして今このポジションにまた返り咲いた、うんうん、考えてみたら、牧野さん聞いてる人の話、聞いてないね、聞いてないのよ、いつもいつも、違う、ポップコーンチョコバナナすごい夏祭りですから、そう、今回夏祭りですから、はい、お祭りですよ、お祭り、いいじゃないですか。考えてみたら、ここの提灯の色も、ここの柱の色も、もうどこもダンデライアンカラーで、いや、もうダンデライアンレーシングのためにあると言ってもいい、はい、紅白全部ダンデライアンですから、はい、そうですね、確かに、で、聞いてた話、聞いてなかった、僕も何喋ったか忘れてた、何、はい、でしたっけ、何でしたとりあえずね、考えてみたら、はい、初めて出たスーパーフォーミュラーで、ね、中島レーシングでデビューして、うん、鈴鹿サーキットでいきなりアレックス・パロー選手とものすごいポールポジション争いを制し て、ね、してデビュー戦ポール、うん、気がつけばもう4年経っちゃいました。早い、俺も年取るわけですよ。何歳になられたんですか。もう26ですよ。26、そうか、いや、なんかちょっと僕話がすごい脱線するんですけど、はい、26歳のインパクトが結構強くて、お、まあ、当たり前なんですけど、今年の6月手前まで25歳だったんですよ。25ってなんかギリギリ20代前半でもいけないこともない感あったんですよ、ちょっとだけ。なるほど、はい、26はもう無理もう無理、何が無理、もうね、死者誤入しても上に行っちゃうから、はい、もう切り捨てるしかない切り捨てちゃう、頑張るためにはその頑張った
6という数字の分も切り捨てなきゃいけない。6を切り捨てたら20代でいけるかなっていう、はいはいはい、まあ、どうでもいい話なんですけど。無理だね、はい、でもまだ20代って言えるうちはいいですよね。まあそうだね、我々的にはね。なんでなんか最近そろそろ20代じゃなくなるんですよ。まあ、私もそろそろもう20代とはよ、ね、さよなら、名乗れなくなってしまう。名乗れなくなって、いいよいいよ、俺なんか53代だから53っすか。53っすよ。僕の親父が多分56か7ぐらいで、あら、パパ呼び方を考えな、これから先生もこれからパパって言われる。いやでも本当そういう意味では成長してきてるんですよ、はい、だんだんね、やっぱりね、立ち居振る舞いもそうですよ。そうですね、昨日見ました、皆さん。普通ならね、ポール取ったと思ってよ、喜べよって、こっちが突っ込みたくなるぐらいクールに振る舞ってる。うわーって来るかと思ったんですけど、あれはなんか意識してたの？いや、なんすかね、なんかすごい、そのポール取った後帰ってくる週もなんかすごく僕冷静だったんで、まあ、やっぱりもちろんもう4年ぶりなんでポールも嬉しいんですけど、はい、なんかなんだろう、すごいホッとした方が強くて、やっぱり今年全然うまくいってなかったんで、前半がそれが強かったし、やっぱり勝ちたい思いが強いんで、うん、まあ、もちろんポールも嬉しいですけど、それは勝ってからに残しておこうかな。なるほど、はい、でもそういうクールにちゃんと考えれる、やっぱり今のところにほら26になったらクールに考えれるわけですよ。大人なんでね。大人でしょ。都合のいい時だけそうやって言うからね。でもそういうやっぱりマインドに慣れてきてるっていうのは、やっぱりちゃんと積み重ねがね、経験があって、そう、そして GT でもだって言ったって、 GT では優勝経験もあるし、チャンピオンも取ってますね。チャンピオンも取ってる、ホールだって取ってるわけですよ、 GT では。だからやっぱりそういう自信が今やっといい形で結びついているということはですよ、はい、今日初優勝どう、みんな初優勝見たくないですか。見たいですよね。夏祭りですよ。そう、ボタンでカラーでね、お祭り好き。お祭りは行きたいんですけど、でもそう言われるとここ何年行ってないか分かんないぐらい、まあ、子供の時からずっとレースしてるもんね、週末。はい、そうですね、なんか大阪住んでる時は大阪、まあ、近畿の方は分かるかもしれないですけど、天神祭りっていうのがあって、あ、それはよく行ってたんですけど、それで言うとさっき格之進、昨日から言ってたんですけど、はい、京都出身なんですけど、はい、今週祇園祭りがあるんですよ。そうかそうか。で、なんかあいつの家から出たら祇園祭りらしくてすごい。ちゃくちゃ分かんない。俺も言ってる意味がよく分かんない。家から出たら祇園祭りすごいことって感じなんですけど、なんか俺家に帰って車止めれるのかなみたいなこと言ってたんで。何の話でしたっけ。いやいや、祭りの話ですよ。ああ、だからやっぱりそういうね、お祭り男かなと思ったんですけど、まあ、でもこのお祭りのムードをやっぱりね、作るのもやっぱりドライバーのやっぱりこの牧野選手の頑張りだと思うんでね。今日だってこれだけ、牧野さんも言ってたじゃないですか、今日人多いっすね。本当に多いですよ。ピットオークもすごいたくさんの人がいて、まあ、その時で僕の右手検証員になったんですけど。でもこれだけたくさんのお客さんの前で勝ったらめちゃめちゃ俺かっこいいなって、ちょっと頭の中でぼんやりイメージは作ってるでしょ、うん、そうですね、まあ、レーシングドライバーって多分そういうこと考えるんですけど、皆さんあっち見てください。はい、カムイさんがいます。あ、カムイさん。ちゃっかりね、ちゃっかりカムイさんね、まあ、こういうね、たくさんのファンの皆さんがいる中で、やっぱり我々もやっぱり初優勝ってね、盛り上がるレースになったらいいなと思いますし、まあ本当に、まあ、勝ててないんで、何としても勝ちたいなっていう思いは、まあ、人一倍強いと思ってるので、はい、今日何がキーポイントになりそうですか。さっきフリー走行もしたじゃないですか。ちょっとファンの皆さん、ね、初めての方もいると思うので、はい、何がやっぱり鍵になるかを知っておくとね、多分レース見てて、ああこういうことかっていうのは分かると思うんですけど、楽しいかもね。まずはこのフォーミュラーカーのレースはスタンディングスタート、スーパー GT とかと違って止まってるところからスタートするので、はい、スタートはすごい大事なポイントになるんですけど、はい、あとはその戦略ですよね、はい、10周目からしか僕らはピットに入れないんですけど、まあ、その10周目で入る車もいれば、最後まで引っ張ってすごい最後に追い上げてくるドライバーもいるので、まあ、その戦略もどっちに触れるかいろいろチームで違うと思うので、はい、うるさいな。みんなレースしてるから、まあ、そう自分もそういう時代だったそう、今はトップカテゴリーやってたはい、いろんな視点で楽しめたらなと思いますけど、
あの使うことを伺いますが、はい、あのクラッチって今手で操作するでしょ。あ、そうですね、はいはい、どっち側でパーンっていくんですか。右です。心配やな。検証弁の検証弁、でも検証弁だから逆にいいかなと思って、あの細かい調整するのは左なんで、はい、左はだから温存しといたんで右はあのシグナル系だらバーン離してるだけなんで。なるほど、もうプルプルするまんまだと関係ないです。関係ないから逆にスタートが切れるかもしれない。かもしれないですたださっきのスタート練習は全部ダメでした。えちょっと今って今不安になっちゃいますよね。ほら今大丈夫、タオルで隠しましたよ今僕が一番不安だった誰よりも僕が一番不安だったここで言っとけばちょっと気も楽になる。そうですね、まあ、でもそうは言ってもやっぱりね多分決めてくれるんじゃないかなと思いますが、まあ、何にしても今このスーパーフォーミュラってね、まあ、ここまで本当に強いドライバーばっかりですよ。お隣にはリアム・ローソンもいる。そうですよ。ローソンとはタイミング的にはヨーロッパでちょっと違います。僕の方が先に F2 とか出てたんでちょっとタイミングが違うんですけど、彼の方が少し下ですもんね。そうですね、うん、はい、でも今やね向こうだってやっぱりまた世界に戻りたいと思ってがむしゃらってやってくるやつもいる、うん、後ろには京都で目の前で祇園祭りが見られる男もいる。いる、ね、いろんなライバルが続々、だって先輩の直樹さんも後ろにいる。そうですよ、なかなかプレッシャーかかりますよ。昨日直樹さんとたまたま新井さんのヘルメットのブースで会ったんですけど、はい、まあ、もちろんいつもいろんな顔がするんですけど、はい、あのさぞかし悔しそうな顔をしてます、はい、まあ、そうな顔してるな普段ペアを組んでるから分かる、はい、その直樹さんの悔しそうな、嬉しかったです嬉しかったです。全然いいね、ね、いいね。日頃は GT でも力を合わせるんだけども、うん、ここへ来たらライバル経緯がありまして、はい、公式テスト の、うん、1日目の午後、2日目の午後が、はい、一番僕たち最後ちゃんとアタックするんですけど、うんうんうん、それのリザルトがどっちも僕直樹さんの後ろだったんですよ。そうでしたね、645だったんですよ、1日目終わって。で、あそこにあの掲示板、あの高い中、はいはい、リーダータワーありますよね、はい、大体ドライバーあるあるなんですけど、100Rを曲がってヘアピン行くときにその掲示板を見るんですよ。あー、見えるんだ、ちょうど、はい、順位が分かるんですけど、はい、それこそ昨日の予選終わった後、急増終わった後も見てたんですけど、はい、公式テストのとき1日目見て、うわ、64上かと思って、直樹さんはと思って、まあ、よし、次は頑張ろうと思って、2日目行って、2日目もまあまあいいアタックできたなと思って、ヘアピン行って、パッて見たら、また64すぐラインして、さぞかし気分よく変えられるでしょうね。そういう前振りがあっての今回だから、そうですね、さぞかし悔しいだろうな、僕はさぞかし嬉しかったです。なるほど、まあ、でも今ね、あの山本直樹選手の帽子かぶって牧野選手を応援されているというね、お二人とも応援しているという方もいらっしゃいますので、まあまあぜひ、じゃあ牧野さんがトップで、2、3番あたりに、その山本さんもいらっしゃるようなレースになるので、それはそれでね、はい、また自信を深められると思います、はい、あ、時間なの？そうなんですよ、残念ながら終了の時間近づいてまいりました。最後にこの後の決勝レースに向けて抱負をお聞かせ願いますか。そうですね、まあ、僕4年ぶりのポールポジションだったんですけど、はい、まあ、それよりも何よりも初優勝が欲しいんで、ね、何としても勝てるように、まあ、全力で悔いなくレースを終えれるように頑張りたいと思うので、まあ、それ以外にも夏祭りということで、まあ、お子さんも楽しめると思いますし、でレース終わった花火も上がるということなので、レース以外も最後まで皆さんに楽しんでもらえて、いい夏の思い出にしてもらえたらなと思うので、ぜひ最後まで楽しんでください。はい、ありがとうございます。じゃあ最高の思い出作ってください。よろしくお願いします。なオーラ出てたね、ちょっとね、出てましたね、はい、頑張っていただきたいと思います、はい、ピエールさんもこの後の決勝レース、はい、頂戴実況、はい、よろしくお願いします。皆さんに実況で声の方を届けさせてもらいます。ありがとうございます。